皆さんこんにちは、 BC ストリームライダーの青木玲です。こんにちは、ラマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回はですね、平間くんがいろいろ考えて作り上げたブラフっていう板が新しくリリースされるので、この辺をちょっとラマくんに聞いてみたいなと思うんですけれども、はい、ちょっと大きなコンセプトを教えてもらっていいですか。ラントリボードです。ラントリボード、はい、ランっていうのはあのカービング、フリーラン、そう、今流行りの、あ、はい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 、ランとトリックを混ぜた、うん、まあ僕たちが昔やってたことですよ、ね、ストリートスタイルってやつですね。懐かしいですね。そうです、はい、ああいうフリーランスピードの中でのトリックみたいな感じですね、うん、僕も乗らせてもらったんですよ。すごい面白いですね。これ面白い感じですね。面白いんですよ。これあの要はハンマーヘッド、セミハンマーとダブルロッカーを足してるんですよ。矛盾してるじゃないですか、はい、でもその矛盾を2つ足すとどんなメリットがあるかっていうのをね、これはこの後こう説明したいなと思います、はい、確かにね、ハンマーヘッド、セミハンマーっていうと有効エッジ長くなるので安定感が出る感じ、ダブルロッカーっていうとノーステールちょっと反り上げるから、操作性が上がる感じで相反するものなんだけど、これをうまくミックスさせるとねっていう話を今から平間くんがじっくりしてくれますので、じゃあお願いしていいですか。はい要はそのラントリをするときに、そのカーブの性能がどうしてもトリックに特化したボードって劣るじゃないですか、はい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 、でやっぱり僕たちみたいなカーバー上がりだったりとか、うん、これからカーブを強化していきたい人たちに対して安定感を出すために長い有効エッジがどうしても必要だと、はい、安定感、ね、立てた時の安定感、うん、ね、ロール角付けを立てた時の安定感が必要だと、はい、だからやっぱ有効エッジが最大に長いのはやっぱセミハンマーのこのシェイプじゃないですか、うん、そうだね。でもやっぱトリックも打ちたいから、はい、じゃあどうすればいいかと、この有効エッジの長いボードを取り回しを強くするためにじゃあどうすればいいかっていうと、はい、うちはほらバリアブルキャンバー、はい、SVC で始まって、はいね、ここのノーズ調のフラットを作るのが得意ですから、うん、そうなんです。だからやっぱねダブルロッカーを採用して平で置いたときは本当に板をさばきやすくして、うんうん、だからあたかも2本のボードに乗ってるような感覚になるんですよ。あそれ俺すごいわかる。本当乗り出して滑り出すとロッカーボードに乗ってるふわふわ感があるんだけど、一回エッジかませるとビシッて噛む感じがするじゃないですか。そうなんです。だからそのキレとさばきを両立してるんですね、うんうん、でやっぱその対象にしているレベルをやっぱりエントリーから初中級まで、うん、はい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 、どれぐらいをエントリー層から初中級までをターゲットにして、うん、長いレングスのボードはまあ僕らレベルで、はい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 、乗りこなせる、はい、僕なんか51乗ってますから。ちなみにこれ51ですもんね。僕も51がいいなって思いました、乗ってみて。やっぱねちょっと柔らかくなってるから、あの今までみたいにそのがっつりとしたエッジ感になるトリックではなくて、うんうん、要はさばくっていう、はい、振るとか、はいはいはい、そういう足首だけの操作、うん、より小さな操作で板のネットーションを操作して軽くさばいていくイメージ、うん、やっぱそれがすごいおしゃれじゃないですか。大きなアクションじゃなくて、すごいよくわかります。この板乗るとまさにそういう感じの動きをさせやすいんですよね。少ないアクションで大きななんか結果が得られるというか、すごいさばきやすかったです。であとはやっぱ長い有効エッジを使って、うん、やっぱ引っ掛ける技 ね、 いいね、ノーリーだとかっていうこの辺とかこの辺がうまく引っ掛けられるんだね。エッジをドーンと引っ掛けて高回転に持っていく技もやっぱ特徴としてやりやすいので、なんかねみんなにやってもらいたいんですよね。だから最近で言うとプレスをノリとか言ったりするんですけど、このノリもこのロッカー形状のフラットが長いから安定して乗せられる。そして立てた時には有効位置が長いからその長さのある有効位置を使ってパワーのある弾きを作る、はい、これがねもう最大の特徴といっても過言じゃない、うん、いいと思います。そしてラマ君言ってください、このターゲットとしてる部分がある程度ビシッて決まってるのも僕はすごくいいなと思いました。ぜひそのこうエントリーからカービングある程度できてグラトリもできるけどこう組み合わせるとちょっとうまくいかないみたいな人にぜひ乗ってもらったらもうパーフェクトなんじゃないですかね、遊び方としては。そう、あの48がユニセックスなんですよ、うん、48ね、これが51だけどその下に148センチもあります。これね女子48長いんじゃないのって思う子いると思うんですけど、乗ってみて、はい、お願い、はい、あのすごい柔らかいから、はい、ダブルロッカーだから足元こうやってキャンバーしてるんだけどこっち側とこっち側はロッカーしてる感じだからフル操作とかもやりやすいから女性も乗りやすいと思います。本当にエントリー向けの女の子も
エッジがズルズルしちゃって噛まないって子も、うんうん、少しロール角付けをすれば、うん、あなんか噛むみたいな感覚、エッジ乗れるって感じがね、平に置いてこうドライブスピンとかやりたいって子も平に置いたらもうぐるぐる回り始めるから、うん、とっても本当に面白い、女の子でも簡単に操作ができるボードなんだよ。はい、ちなみにこれラマ君のセッティングで今ついてるじゃないですか。あ、そうですそうです、はい、ブラフ乗る時のセッティング一回ちょっと教えてもらってもいいですか。あ、ブラフはね、私はこの前乗りトリッカーなんで前乗りでやってるからちょっとね1センチセットバックしてるんです、私は実は。でも横乗りに乗る人はこれツインシェイプだから、はい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 、やっぱ真ん中水晶でまず最初はつけてほしいですね、うん、あんまり前振りにしないで、例えば行っても24とか27とか前足、うんうんうん、後ろはまあまあツインだからダックでもいいんだけど、うん、まあ、ゼロぐらいで試してもらうと、なんでかっていうと、あの太いんですよ。太いんです、そうなんです、ワイドなんです。51で254あるんです。おだいぶしっかりした幅になってるんで、54なんか258あるから、あの DR とかあそこら辺だいぶあの辺と一緒だもんね。そうだからなんていうかな、ワイドボードに感じるんですよ、うん、でそのためにはまず前振りじゃなくて少し横に近い乗り方から、ね、エッジが分かりやすいか、トゥーとヒールが近い状態から徐々にこう前振りがいいのかなとかで自分の好みを見つけてってもらえると。もともと平間君自体が前振りでスノーボードを楽しむ感じで、僕自身がこれ乗ると僕9度のマイナス6度で乗ったんですよ。ああもうバッチリだからもうダックスタンスでこうツインのこのブラフの乗り味っていうのもすんごいやっぱり面白いんだなと思って、でそれに慣れてきたらまたこう前に振ったりとか自分のいつものセッティングに合わせていったらこの板の良さもまた楽しみやすくなるんじゃないかなと思います。はい、はい、こんな感じでよろしいですかね。バッチリじゃないですか。ブラフいっぱい教えてくれましたね。これ言い過ぎじゃないですか。でもいいんじゃないですか、これ作ってるメーカーの話なんで、これはたくさん喋りましょう。そうです、ね、はい、っていう感じでぜひとも BC から出る新機種、平間君が一生懸命両極端なものを集めて作ってくれましたんで、乗ってブラフでございます。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。